ございます。おはようございます。今六本木です。これからドレッシンや食堂さんとトレーニングなんで楽しんでいってください。本番の配信はジョギングとかした後なんで、低画質の放送でお送りします。お、いらっしゃい。最近来なかったね。久しぶりだね。今日トレーニングです。今日もたっぷりしごかれようと思います。過労で倒れたの、マジで気をつけて。過労で倒れたんだ。大丈夫よ、働きすぎ、久々だね。ゆっくり休んで。今日いい天気だね。練習日和です。どこ？あ、ごめんなさい、交差点にタバコ吸ってました。外ですね。働きすぎ？働いて体壊すのね。うん、やっぱ体調管理も仕事だから。うん、結構きつい仕事なの。頑張りすぎないで。はい、ワドツー、ヒロミさんいらっしゃい。あー大変だね、運送屋さんなんだ。サバイヤさんいらっしゃい。ワードツー、今駅の前。了解です。もう遅いです。来ます。了解です。お、たくみさんいた。お疲れ様です。ありがとうございます。ういっす、ういっす。いや、改札で待ったな。マジっすか。いつも改札だったから。あー、すいません。寒い。練習1週間しないですからね。あ、してなかったね。今日どうなるか。今日はドルさんだけでしょ。今日はね、あのリスナーさん1人来るらしい。あ、本当に。うん、見学って言ってた。うん。はい、ワードツー、ゴンタさんいらっしゃい。ジャガイモ王子いらっしゃい。体は休まったけど、なまってないかだよね。あ、ドレさんの先週のキリアルじゃん。まだまだ青技になってんの。すげえ痛え。あれは効いたよね。関節蹴りやばいね、あれ。軽く打たれただけなのに、もうめちゃめちゃ来たもん。あ、いいよいいよ。うん。
ん、ドルさんも体調悪かったんでしょ。だから1週間ぐらい放送しやがったよね。そうだね、月曜日が最後みたいで、うん、どこの人、うん、どこの人ってどういうことでしょうか。どこの人っていうのは、どこの人、最近金回りが悪くてメンタルやられてます、何かアドバイスお願いします。金回りが悪い、なんでだろうね。出費を抑えろ出費をひたすら抑えるんだ。それしか多分道はないと思うんだよな。もともと羽振りが良くてお金回りが悪くなったってこと。そういう時期あるよ、みんな金回り良くなったり悪くなったりあるから。ただね、流れとか運命とかに逆らわないで乗っかることみたいなのが重要だと思うけどな。結構悪あがきする人多いんだけど、なんだろう、いい時はいい楽しみ方もあるし、ダメな時はダメな楽しみ方あるって言って、なんか自分の運命ちゃんと分かって乗っかれる人って人生楽しめる人だと思うよ。寒い。人いっぱいだね今日も。深夜使えないんだこの公園。はい、ワード2、ナボコフいらっしゃい。金回りね、使いすぎてしまいました。経済的にアップアップ。まあ使いすぎてるのが原因だって分かってるんだったら、使うのを減らせばいいだけだから慣れるよ。やっぱ俺も生活保護の時生活保護なりの生活してたもんね。だから収支を増やすやり方と出費を減らすやり方ってあるけど、出費を減らす方が実は楽なんだよ。ホリエモンも同じこと言ってたよ。あの東京っていう街は13万ぐらいあったら最低限の生活できるわけだから、そこで贅沢をしないこととプラスになることを積み重ねていったら金持ちに絶対なるじゃんって言ってたよ。だから出費が多い場合っていうのは減らすのは簡単だと思う。だ収入を増やすのってね、あの仕事を取ってくるやり方だから、そのできる人できない人がいるけど、節約するのは誰でもできるからね、やるかやらないかだと思うよ。運の太い人とか能力のある人は稼げるわけだから、そのタイミングを待てばいいんだよ。調子悪い時何やってもダメじゃん。ちょっとカメラを匠さんにバトンタッチします。匠さんお願いします。そうです、僕がマネージャーですよ。
無給です。お金は一切いただいておりません。やばくない？これ1週間経ってもこの状態だよ。やばいっしょ。見えますか？ドレさんのあざ、キックのあざ。これ痛くて次の日走らなくて、おで次の日も休んで体がガチャガチャになって、おでもうあのそっから3日間メンタル崩して、いや電話しようかなと思ったけど、モチベーション下がってる時配信ダメだなと思ってたから、お回復するの待ってた。治りにくいやつ。なるほどね。膝のね関節の部分と靭帯の部分をガンって思いっきり、うまいよやっぱ。軽く蹴られたのにこんだけ紫色に出るからね。うん、本気で蹴られてたら多分靭帯いってたよ。フレーバーさんいらっしゃい。青ターンできてますね。1週間でこれだからね。1週間前に切られたのがまだ治ってないです。あ、でも痛みは引いてる。あ、痛みはない、うん、もう大丈夫。でも触ると痛くない？それはね、触ったら痛い。触ると痛いよね。だけど、その走れないぐらい痛かった。ジョギング諦めたじゃん。じゃあ行ってきます。お願いします。じゃあ今からランニングするんでアップしてきます。追っかけないんで、チラッと映ったら楽しんでください。ワドを探すになってますね今。映ってる？ワード分かる？ちっちゃいんでしょ？あれ？あ、僕行っちゃった。契約はしてないですね。見失っちゃった。話したら見失っちゃいました。六本木までタダで来れますよ、和道さんは。電車賃無料です。前回より少ないですね。あの寒いです、非常に。思ったより前回は暖かかったんで。あ、してますね。なんか手帳があると大江戸線が立たらしいです。いや、ドレさんこれからです。3時に約束なんで、あと15分ぐらいですかね、来るまで。あ、僕マネージャーの匠です。
やだね。さあどこまで尽くすか分かんないですね。YouTube 米歴どのくらいですか。米歴って何ですか。マネージャー歴は、ん？正式にやったのがいつだろう。9月ぐらいですね。はい、にゃーさんいらっしゃい。生産的なことね、まあ頑張ってるんで。まあちょっとした趣味ですね。まあそういう人多かったですね、いらぐられた人は。まあそういうの知ってるんで、その知ってる中でやってます。あ、猫さんいらっしゃい。そうですね、都会のオアシスみたいですね。帰ってきました。え、閲覧今57です。お、ガブさんいらっしゃい。ワコポア、そうですね、ナポコフさん、僕今一歩置いてますよ、ちゃんと。一周っていうか奥の方で走ってましたね。あ、カエルさんはどっちです。まあその時はその時ですよ。まあ過去は過去っすよ。だから僕無償でやってますよ、トラブルないように。配信で練習してないですね。シンさんでいいのかな。こんにちは。
和道さん膝の調子はどうですかっていう。膝は大丈夫です。大丈夫だそうです。紫色っす。内出血します。あ、お疲れ様です。いや、過去を知った上で意見してるだけだよ。和道先輩のテヌチャンピンに前歯 2,3 本折ってもらってよ。配信で小金稼いでんだから前歯ぐらい入れられるでしょう。あ、変なの巻いてんのポッと入れていいよ。もう一番上に出そう。手がね、これ、うん、はいはい、相手にしてもしょうがないから。はい、消えました。お疲れ様でした。やり方教えて。ブロックの、ブロックはサムネイルクリックするだけ。サムネ、あ、ここをタップして、そうしたらブロックって出るから。了解です。うん、あ、そういう人だったんですね。すいません、これからやり方教えてもらったんで入れます。え、どういう人だったの。なんか他の枠でもずっと避難してる人だったなんて。相手に何の質問
了解です。これから即ブロインします。和道さん、体硬そうだからアフターもストレッチしっかりねということです。ありがとう、あ、3倍ありがとうございます。アフアコお菓子、お菓子の3番。ありがとうございます、アイテムありがとう、アイテムありがとうございます。3倍おめでとうございます。頑張ってください。パフェありがとうございます。パフェありがとうございます。3倍1回ですね。珍しいです。おめでとうございます。お、風船100個来ました。風船100個ありがとう。また来ます。頑張ってください。ありがとう。はい、僕も頑張ります。
カエルさんから質問です。お昼何食べたんですか。お昼はね、30分、40分前くらいか、40分くらいにサンドイッチと肉まん食べました。朝ごはんですね。バッテリーが少なくなってきてますだって。じゃあパソコン配信に切り替えます。みんなありがとう。パソコン配信に切り替えます。そろそろドルさん来るんで高画質に切り替えます。お疲れ様。次枠行きます。オッツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。